先週だったかな、ヨーロッパ経済が相当やばいって話しましたけども、中国も相当困ってるって話ね、同じ日の日経新聞ですけども、中国からね、世界の金が逃げてるっていうの、海外マネー流出続くと。中国で何が起きてるか見てみましょう。中国の金融市場から海外マネーの流出が止まらない。外国人投資家は8月まで7ヶ月連続で中国債券の保有を減らし、その間に12兆円が流出した。株式も9月は単月で売り越しに転じた。景気の急減原則や米中金利の逆転に加え、ロシアにまつわる地政学リスクを警戒する声も根強い。人民元への売り圧力も強まっているというんですね。ドルの金利と元の金利っていうのは、基本元の金利の方が常に高かったわけですよ。ここへ来てね、中国の金利が上がらない時にアメリカの金利がバーンと上がっちゃいましたから、こう逆転しちゃったんですよね。だって花から中国元って使い勝手悪いじゃないですか。ドルの方がね、いろいろと潰しが効きますよね。でもやっぱり中国元の方が金利が高いからね、中国元を持つ人もいたわけですけども、これ金利逆転しちゃったら、もう中国元で持ってる意味がなくなってしまいますよね。そんなんでですね、今読んだところですけども、ロシア、もうロシアの隣ですよね。で、中ロ関係もですね、まあ、中国としても完全にロシアにくっつくわけにもいかないし、かといってあんまりね突き放すわけにもいかず、非常に舵取り難しい。共産党大会直前ですから、あまりね外交問題でね失点したくないわけですけども、近平からしたらなんかいい迷惑みたいな感じだったじゃないですか。で、そういう中国の苦悩も世界の機関投資家は見て取ってるわけですよね。まあ先週はね、ちょっとね、ヨーロッパの話しましたけどね、中国もそうですよってこと。